かいつかいつかいつかちぐちゃんが言ってたんだけどさ、なんかのインタビューだったっけ、なんかセレジョでやったなんかの時に言ってたんだけどさ、こうセレジョはやりたいこともなんかやってることも全部バラバラで、それぞれがそれぞれの道突っ走ってるけど、あの根っこはセレネ女学院でつながってるタイプの同期だよねって言ってたのがね、ほんまにその通りやんねって感じ。だから揃ってコラボすることとか多分そんなないけど、まあ結局仲悪いわけじゃないし、集まったら集まったでもうすんごいことで、もうすごいよ、仲良ぴがえぐいから。そう、星型なんですよ。あ、そう、アーカイブスのインタビューだ。そう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 、去年か一昨年のアーカイブスのインタビューで話したんだよね。まあ集まったら集まったでよっしゃーって思っといて、まあ集まんなかったら集まんなかったで、まあセレジョだしなってそういうもんです、そういうもんです。